在美容専門学校に通う20歳の青コーナー須藤です。女子は特急2分3ラウンド、ボンが打ち鳴らされました。美しい女子たちの戦いです。もうずーっとこのくらいの頃からやってるんですけど、そうなんですね、はい、その頃からもセンスがスガー選手はやっぱ勝ちたいという感じで勝ってますよね。そうですね、押し相撲のような展開とかね、そういうのも練習してきてるなと思います。あれもテクニックの一つなんですね。ただ負けすぎて、喧嘩にね、負けちゃうような、はい、やっぱり大きな、たくさんの試合とかね。菅原は戦前、自分の取りで戦って、蹴りを多用して勝ちたいという、そんな話をしていました。以上、敗者が3対0を持ちまして、勝者青コーナー、菅原。